ないってちょっとキュしてやるやめて構ってちょっと俺のこと俺を見てさあ始まりました少量チャンネルのりょうでーす。実は不満があります。まあ、その不満が何かっていうのはちょっと後でお話しするとして、8月中旬ですね。めちゃくちゃ暑いですよね。で、髪の毛がものすごくもう伸びちゃって、今日髪の毛を切りに行ってこようと思うんですけれども、しょうちゃんがですね、いつも髪を切った時に気づいてるのか気づいてないのか何も言ってくれないんですよね。なんか髪の毛切ってルンルンで帰ってきて、あ、髪の毛切ったんだ、かっこいいね、似合ってるねとか言ってくれたらすごく嬉しいんですけど、しょうちゃんはいつも何も言ってくれないので、じゃあ今回の動画はですね、髪を切ったことをしょうちゃんに気づかせる動画を撮っていきたいと思います。いつもですね、さっきも言ったみたいに何も言ってくれないので、なんかいろんなアプローチをして、あ、切ったんだ、かっこいいね、かっこいいで言ってくれるかな、わかんないけど、なんかそう気づいてもらえるようにちょっとやっていきたいと思います。ひょにょ、はい、というわけでですね、髪の毛切ってきました。いやー、さっぱりした、すんごい涼しい。どうですかね、似合ってますか。まあ、こんだけ短くしたら、まあ、気づかないってことはまずないと思うんですよね。というわけで、しょうちゃんの帰りを待っていきたいと思います。ちゃんと反応してくれるかモニタリングしていきたいと思います。終了。魔法使いたいね。何やってんの、やめて。何ん、うん、じゃないよ。誰に手振った、やめてよそういうの。しょうちゃん、なんでしょう、今日は忙しかったの。全然普通よ。ほんと、しょうちゃん、なんでしょう、お腹空いた。空いてないな、別にそんなに空いてない。お酒だけ飲めればいい。ああ、しょうちゃん、なんでしょうか。しょうちゃん、忙しいのこっちは。忙しいからさ、ちょっと話しかけないでほしい。いいじゃん、別に話しかけるくらい。忙しいんだよ、こっちは。なんだよ。どうしなきゃいけない。ねえ、しょうちゃん。はーい。かまって、ちょっと俺のことを。俺を見て。俺のことを見て。早く、今。後でよ。なんで今見てほしい。携帯見る暇あんのかい、おい。じゃあ、ここにいてくれたらいいよ。いや、来ないでよ。何、はい、来たよ。いや、そういうことじゃないのよ。そういうことじゃん。俺を見てって。なんで見てくれないの。俺はリアガラスですか。見て俺を。うん、ニコニコ笑顔。翔ちゃんが俺のこと見てくれない。もう今日はカマチョだね。どうしたの。え、どうしたの。どうもしてないよ。あれか。何よ。更年期か。ひょにょ、ごめんってちょっとキュしてやる。やめて。なんかほら言うことないの俺に。ただ今お帰り。大変。新しいピアス買えば。で、欲しいな。ね、今度見に行こうよ。うん、ご飯食べないもん。食べる。何それ。で、翔太に負けてないと思う。誰何、はい、ねえ、俺に言うことないの。言うこと、うん、なんかあったかな。なんかないんですか。トイレ掃除したか。あ、してない。いや、そういうことじゃないね。何よ。そういうことじゃないでしょう。いいよ。なんか本当に言うことないの。かっこよくなったね。向けて。大きな声でもう一回言ってください。かっこよくなったね。遅いんだよな。
言うのが。帰ってきてからどれくらい時間経ちましたか今。20分くらいかな。しかもさ、俺がなんか言うことありますかって言わないと言わないよね。なんでよ。なんでよって。なんでよってくれないのよ。でも言ってくれた方が嬉しいよ。はい。はい。というわけで。もうダメだよ、コーデさん。顔自信ないからさ。終了。はい。今日の動画は、いつもね、うん。髪切った時に翔ちゃんが何も言ってくれないから、モニタリングしてみました。イエーイ。本当に言ってくれないんだから。だって、別にいいかなと思っちゃった。これだけ短くなったら気づくのは気づくでしょ。もちろんもちろん気づいてたよ。え、なんで髪切ったのとかさ。欲しい？欲しい。え、だって俺、翔ちゃん切ったらすぐ気づいてると思うのよ。ありがとう。はい。というわけで、今回のモニタリングはここまでにしたいと思いまーす。まあ、言わせた感はあるけど、うん、かっこいいって言ってもらえたから、うん、満足しました。はい。はい。というわけで、この動画が面白いと思っていただければチャンネル登録と、高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまたー。乙女心だな。なるほどじゃねえ。